どうもリュウジのお兄さん料理です。はい、ということでですね、今回は僕のね大好きなねもやしを使ったレシピね、もやしを使ったレシピはあんまなかったんじゃないかな、あったか忘れちゃったということでですね、もやしを使って、これはですねもやち焼きっていうですね料理を作っていきたいと思うんです。これがねまたねあれなんですよ。まあ、早速作っていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。もうね材料説明とかもなし、簡単だから。まずですね、もやしが 100g 2分の1袋ですね。ここにですねチーズ 40g 入れていきます。でここにですね片栗粉ですね、これが小さじ1、大さじ1なので、でコショウと、でここにお塩ですね、1つまみぐらいですね。でこれをマジマジしていきます。マジマジ、はい、片栗粉は全体にまぶさるね、こんな感じです。でこれで焼いていきます。フライパンにごま油大体大さじ1ぐらいかな。そしたらカトン合格級の術、フライパン温めていきます。でね、フライパンなじませてくださいね。ここをね全面使ってね焼いていくんだよね。こんぐらいね表面が温まったらもやしをね入れていくんですよ。これこう押し付けながら焼いていくんだよ。焼いてるうちに最後だと思います。はい、これでね、洗い物がない。はい、いただきます。あー、よい、よいよ、いけないことしてる感じ。でですね、で下が焼けたらひっくり返していきます。ひっくり返すの大事じゃないよ。でも、大丈夫だよ。でも、いい焼き目ですね、皆さん見てください。いい焼き目ついてますよ、これちょっとひっくり返すの失敗したけど、どうですか、これは。美味しそうに仕上がってますね。僕はね、中火ぐらいでいいですからね、皆さんね。強火であんまりやっちゃうと焦げちゃうんでね。どうですか、うまそうですね、これね。ワイルドだろ。こんな感じですね。はい、で、焼けたら、でまあちょっと形をね、こうやってね。で、ここに、めんつゆですね。めんつゆを、これね。もやし焼き、もやし焼きの完成です。はい、それではですね早速食べていきたいと思います。ああなんかいつもよりこんな感じになる。じゃあいただきましょう。お願いします。うまいな、これほんとうまいわ。これチーズを焼くことによってザクザク感が出てますね、すごく。でもやしもシャキッとしてて、たこ焼きのめんつゆでね、すごく味がまとまっております。香りもいいし、なんかねよくここまで調和したなって感じですね、これね。すっごい美味しいです。めんつゆはね、食べてね、面白かったです。酒飲みながら、もう少しめんつゆをかけたいところでございやした。あー、これ美味しいですね、これ。でもやしとチーズで、ね、できちゃうからね、ね、割と低糖質ですよね、これね。非常に良いと思いますけど、うん、本当ですよ、これ。もやしっていいっすよね。これ一袋いくらですか、これ。うちの市役のスーパーですね、10円台ですよ、これ。これなんで栽培して食べてるの。最近はなんか YouTube とかね、皆様のおかげで今言えてたちゃんと、皆様のおかげで今ねすごく見られてる、皆さんね、どんなレシピをあげてもね、皆さん見ていただいて、本当に感謝しております。本当うまい。本当にね、皆さんね、早くてうまいものを食べていただいて楽しんでいただけたらと思うんです。だから忙しい主婦の方も、学生の方も、どうしようもない酒飲みの方も、皆さんにこういうライフハックを紹介して、皆さんで一緒に楽しみましょうっていう、そういう動画でございます。で、
お酒飲まない方もぜひ見てほしいです。僕はお酒飲んでますけど、別にお酒だけがあれじゃないですからね。なんならもう麦茶でもいい。もうお酒飲まないと見ちゃいけないんですかみたいな感じは全然ないです。麦茶でもいいんです。これ本当うまいよこれね。でもね、まあね、本当うまいね。ぜひ作ってみてください。ということでですね、今回のお料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなとか思った方はぜひぜひぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。